はようございます。8月11日火曜日朝の7時です。朝からカンカン照りで気温も30度超えてます。暑いです。今日の予定は先週、あれですね、神戸、大阪、奈良で、3カ所釣りしてきたやつですね。それを川崎と相模原で下ろします。で、その後は埼玉県新座市で、積み置きです。新座市で積むのは印刷物ですね。これは広島行きです。ということで今日も安全運転、防衛運転で行きたいと思います。よろしくお願いします。場所を到着してます。なんか夜中から並んでるやつが多くて、自分が受付した時は20番よりちょっと下だったような気がします。なので、まあ、電話呼び出しだというのでここで、まあ、待機して行きます。で、はい、お疲れ様です。ただいま時刻9時15分川崎が完了しました。から相模原に移動します。到着が11時ぐらいです、はい、気をつけていきたいと思います。はい、お疲れ様です。
ただいま11時30分相模原市が完了しました。はい、これから埼玉県朝霞市まで移動します。まあ、お昼過ぎちゃいますけども、まあ積み置きなので、広島行きが自分の分で、で名古屋行きは会社で降ろします。2件分積み込みます。はい、気をつけていきたいと思います。お疲れ様です。ただいま午後2時40分、朝霞市ベーズ2館です。印刷物が2パレット、2パレットで1900キロぐらいあります。と言ってました。紙だからやっと。これから会社戻って、なんか名古屋を下ろして岡山を積み足すって言ってました。ということで買っちゃって、岡山はいくつだ、ちょうど 17? 岡山17にちょうどしよう。17日って何曜日だ、17月曜日、広島が18。ということで、出発は16日、って言ってました。そういうことで会社戻ります。